んな乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、元気でやってるかい。今日も電子惑星 B1 からの中継にチューニングしてくれてサンキューよ。みんなの応援に応えて我らがバトルハッカーズも盛り上がってる。エンジン全開でぶっ飛ばしてるぜ。みんなももし B1 に行けたらバトルハッカーズと一緒になってフレンドスの連中をメタメタにやっつけたいと思うに違いないよな。そういうリクエストがいっぱい来てるんだ。気持ちわかるね。ところで運悪くっていうか運良くっていうか、この星に迷い込んだ少年たちの一人、アキラもみんなと同じように考えてるわけ。バトルハッカーズと一緒に戦いたいってね。ほらほら、またなんかやらかす気だぜ。ジェットライザー、前段発射。帰れと言ってるだろうが。へっ、そうはいくかよ。何度も言うように、バトルハッカーズは人間の小賊子のおもりをしてる暇はない。おとなしくクリスタル地区に帰ってろ。なんだよその態度は。俺がせっかく仲間になってやろうって気になってるのに態度悪いぜ。態度悪いのはお前の方だろ。何？バトルハッカーズはな、戦いの初心者はお呼びじゃないのさ。あったまくんな、初心者かどうか試してから言えよ。アルジェタンの電波傍受装置がブラッド方面からの回電波を捕まえていた。グレンドスのやつらか。アルジェタン、みんな出撃だ。ウッホー、待ってました。暇を持て余してたとこなんだ。ぶっちぎるぜ。ちょっと待てよ、まだ話は終わっちゃいないぜ。モズ、怪我しないうちに帰った方がいいぞ。戦いなんてのはな、しなくていいならしない方がいいんだ。マザーコンピューターリム、お願いがあります。何ですか？おっしゃいなさい、ドリリクラッシャー。私をシルバーウルフから除隊させてもらいたいのです。我々オイルマンのメンバーも同じ希望であります。おいおい、ドリルクラッシャー、何を言い出すんだ。悪い冗談はよせよ。いや、俺は本気だ。なあ、不満でもあるなら遠慮しないで言ってくれよ。俺とお前の仲じゃないか。そして明日からまたシルバーウルフでバリバリ戦おうぜ。まあまあ、そんなに興奮しないでよ。話は簡単なんだから。わてらみたいな半端もんは落ちこぼれ部隊のバトルハッカーズがぴったり追うてるんよ。つまりそういうことなんだよ、ドリル。なるほど。おい、よせ、ドリル。見損なったぜ。お前なんかもう友達でもなんでもない。バトルハッカーズでもどこでも勝手に行っちまえ。これをご覧なさい。伝説の英雄バイファンフは決して感情に流されて戦うことはありませんでした。感情の赴くままに行動したのでは、おのずとそこに隙ができてしまいます。あなたたちがプロトラックやマッハブラスターについて責任を感じていることはわかりますが、
勝手な行動は慎んでください。それじゃあバトルハッカーズに行くことは許可できません。ドリルクラッシャーとホイールマンたちの気持ちも本当によくわかるな。だけどそんな彼らの気持ちなんか我関せずで、バトルハッカーズはバリバリに突っ走ってるわけよね。アルジェタン、ブラッドには何があるんだ。小ずるい奴らがうろうろしているらしい。本当か。お前らもバトルハッカーズならリーダーを信じてついてこい。ドリルクラッシャーたちと違ってリムのお言葉なんか気にしてないアキラは一体何をするつもりなんだろう。やるんならコソコソしないでパッと行けよ。このジェットライザーさえあれば俺たち人間だってあいつらと対等にやれるんだ。スクランブル警報だぜ。グレンドスの奇襲か。確認だ。急げ。行くぜ。またアキラの仕業だぜ。本当に懲りないやつだな。だが、やつのがむしゃらさは俺たちにないものかもしれん。エヴァジェシー、ブルー、シルバーウルフ隊のドリルクラッシャーとホイールマンはアキラを取り押さえて基地に連れ戻してください。ラジャー、行くぜ。おう。ここはブラッドとアルゴの国境地帯にあるアクセスブリッジだ。アルゴにとっちゃ重要な補給路に当たってるところ。いるぜいるぜ、おなじみのグレンドスの突っ張り野郎たちが。アキラがバトルハッカーズを追ってグランドホエールを飛び出した頃、この連中は橋を攻撃しようとしてたってわけよ。あの橋桁に爆薬を仕掛けて吹っ飛ばすのだ。あの橋を落とすとどうなるんや。そりゃお前アルゴからの補給がストップするのさ。なるほど。そうなればブラッドはワテラのもんちゅうわけやな。ピンポン。俺らあの橋を一気に落とすぞ。ヘルディア出撃じゃ。グレンドスの攻撃だ。応戦しろ。ここは倒産ぞ。どこからも来るぞ。爆弾投下。そうはさせるか。手投げ弾を使え。よし。うわ、もう持ちこたえられん。本体にこのことを伝えてくれ。分かった。うわっ、うわっ、セスラ。そういうことしてもらっちゃ困るのよね。ガクランだ。おとなしく眠ってな。うわっ、施設を徹底的に破壊しろ。分かってま。デビルサターン6、貴様らは橋の爆破だ。ガレッサ、あかん、久しぶりなんで年ってもうたわ。ヘルディアン。ディアン、うわぁ、なんちゅう高さや。落ちたらおだぶちがね。俺ら誰で橋を揺らすのは。あれを見ろ。バトル破壊だ。アルジェタン参上。卑怯な奴らはぶったたくぜ。バトルハッカーズのリーダーアルジェタン、4段階モジュールチェンジシステムを持つ伝説のファイターだ。誇りと友情のためには命を懸ける男だぜ。かっこいい。
出やがったな。アールジェタン、今日は半端じゃねえぜ。サシで勝負して落とし前をつけちゃる。アルジェさん、そう、よせ、手を出すな。ヤスとはいずれ決着をつけなければならんのだ。け、痩せ我慢もそうまでじゃ。くらえ。お、あのチェーン攻撃を素手で受け負った。今度はこちらの番だ。そりゃあ、お、ああ、ゆすったらあかんがいな。ガクランダ、上や。このれ、うわ、やりやったな。おっ、そりゃアルジェだ。リーダーのことは心配に及ばん。俺たちが片付ける相手はまだたくさんいる。おう、いてもうだれや。エルディアン、バトルハッカーズ、プロトラックレーザーだ。お待たせしました、プロトラック登場。ちょっと頑固な射撃の名手、ビッグブレザーカノンの連射は強烈だぜ。おっと、お前たちは俺が相手だ。熱風マッハブラスター参上。お次に控え手はマッハブラスター、いなせなジェット野郎だ。ジェット体型とブラスター体型で暴れ回る大空の勇者だぜ。ガタイザウラー、くっ、頭をぶち抜いてやる。バトルハッカーズ一のガンファイター、ガンザック。なかなかやるな。勝負はこれからだ。ついてこい。兄貴、アキラの兄貴、どこ行っちまったんだよ。どこ探しても見つからないわ。こっちもだ。もうあいつったら勝手な行動ばっかりなんだから。多分バトルハッカーズのところだな。間違いない。ああ、オイラを置いていくなんて兄貴に告げないぞ。好き好んでわざわざ戦場に行くなんてどうかしてます。俺が兄貴の性分なんだ。女にはわからねえのさ。男の人ってなぜ野蛮なことに夢中になるのかしら。私気が知れないわ。バトルハッカーズか。あいつにはぴったりのところかもしれんな。私たちが止めても無駄のようね。ジェットライザー、もっと早く飛んでくれ。俺の実力見せるいい機会なのに、早く行かないと戦闘が終わっちまうぜ。アキラの野郎、やけに急いでるぜ。捕まえるんやったら早い方がええで、どないする。ドリルクラッシャー。まあ、奴の目的が何か様子を見よう。連れ戻すのはそれからでも遅くはない。奴らが逃げるぞ、追いかけよう。待て、何か企んでいるのかもしれんぞ。どうする、アルジェタン。あいつらにやらせてみるか。奴ら追うぞ。かかったな。お仕事、お仕事。キャッハー、地球からのヒーロー、アマチュアキラ剣山。グレンドスのチンピラ野郎たち、俺が相手してやるぜ。今頃現れても遅いんじゃい。バトルハッカーズの連中はガクランダーの誘いに乗って行っちまったぜ。このスイッチを入れればアスゲッドの爆薬はドカンというわけよ。そんなことさせるか。そういうセリフは俺たちに勝ってからいいな。人間をなめんなよ、ショルダーアタック。いきなりは卑怯やね。貴様らに卑怯もクソもあるかってんだ。お前なんか嫌いや、思いっきりいじめたるわい。久々の合体やで。正義がどんなに変わろうと、悪あるところ必ずお邪魔。とにかく合体決めるやつ、人それをデビルサターン6という。なんちゃっての。今回はグレンドス軍の外人部隊にしっかり生き残ってるタフなやつだ。それがデビルサターン6だ。また楽しくワールをやってくれそうだぜ。ヘビ
ルサタン6、久しぶりの参上やで。サタンキュー。くそ、大気ラーメンかい。憎たらしいやったで、ほんま。もう本気でいてもとるわい。あったい。バーニアがかからねえ。踏みつぶしたる。あった。プレゼントするぜ。マッハブラスター、ブラスターアタックだ。分かった。覚えていろよ、この仕返しは必ずしてやる。お、被爆装置やで。あ、そいつを渡してたまるか。ダイヤシー。ああ。長いは無用や。ほなさいなら。ああ、俺はヒーローなんだぞ。よく頑張ったな、アキラ。え？お前が時間を稼いでる間に、奴らが仕掛けた爆薬は取り外したぜ。お前の手柄さ。そろそろお時間やで。兄貴、この忘れ物どうする。やっぱり本人に返してやらなきゃな。それもそうやな。せーの、ほな吹っ飛んでもらおうかい。くぞー。坊や、なかなかの活躍だったな。どんな問題。まだ青いな。アールゼタン、お前の戦い方は無謀すぎる。死ななかったのは運が良かっただけだ。バトルハッカーズで一から鍛え直さなきゃならんな。え、じゃあ。ようこそバトルハッカーズへ。これからは仲間だ。そこまで言われちゃしょうがねえや。入ってやるよ。ドリルクラッシャーおよびホイールマン、私はアキラを捕らえ連れ戻しなさいと命令したはずです。なぜ指示に従わなかったのですか。私の責任において判断しました、リム。しかしあの場合、橋が爆破されるのを指をくわえて見ているわけには。そうとも、俺たちも同罪だ。ロッドドリル、お前ならあの場合どうする。もちろん、ドリルクラッシャーと同じ行動を取ったさ。命令違反の罪により、彼らにバトルハッカーズへの転属を命じます。え、それじゃあ。よかったな、ドリルクラッシャー。お前の一年が通じたんだよ、きっと。たまにはシルバーウルフにも遊びに来いよ、ロッドドリル。みんなうまくやったな。もし君たちが戦いに生き延びることができたら、その時こそ本当におめでとうっていうつもりさ。頑張れ、バトラッカーズ。ミアとパトリシアが基地を抜け出していなくなってしまった。一体どこ行っちゃったんだ。次回、マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ。グッドラック号に戻れ。